少し軽さはあるかなというふうには思うんですよね。まあ、そういう中で、まあ、自分のボールのいつもの走りとかっていうのを確認しながらにはなると思うんですよ。ピッチャーって必ず1イニング目って、まあ、ある程度確認する部分も必要にはなってくるので、はい、侍ジャパン中野打っていてファウルボールです。結構力を入れて振れるカウントではあったので、まあ、そのカウントを作れたことが2番の中野を迎えています。マウンド上の戸郷、この打球センター方向、ブリンソンが今日は守っていますが、ライトの丸が手を挙げる、掴みました、ワンアウトです。最初上がってきた時にね、どれぐらい一軍のピッチャーに対応できるのかなっていうのがあったんで、左の時はね外れることが多かったんですけど、難しいと思うんでね、前側に対しては全部変化球でした。吉川の前セカンドゴロに倒れて2アウトです。わずか2回という戸郷、変化球セカンド吉川の前、一塁送って3アウト、2者残塁。変化球というここまでの戸郷です。変化球空振り三振を奪いました戸郷翔征です。工藤さん、梅野は2回の表先頭バッター空振り三振に打ち取りましたが、はい、今の投球どうご覧になりましたか。1回よりはゾーンの中で変化球が収まるようになってきたっていうところは、まあ、少し全体じゃない戸郷選手の時にもう1点取れたら大きかったんですけどね。木浪はセカンドゴロに打ち取られました。ツーアウトです。ゴロに打ち取ってツーアウトランナーなし。9番の西純也も空振り三振に打ち取りました戸郷翔征。2回の表は0点に打ち取りました。北脇さん、はい、その中でしっかり振れること自体近本選手の凄さでもあるんですけどね。ピッチャーここは戸郷がよく取りました。戸郷投手がだいぶこういい感じになったのかなと思うんですけど、タイガースからするとね、フォアボールをそんなに出すピッチャーではないんでね、ある意味もらったチャンスでもありますから。2球目を打ち上げました。ファースト中田が追っていくファールゾーン、最後は大山空振り三振に倒れました。変化球、そうなんですね、ここで変化球打ち上げましたが、レフト秋広追っていくがファールボールになりました。一つファールにしたノイジー、ここも変化球ファールボールになります。最終的にはまっすぐの方が、ただ変化球で空振りの三振を奪いました戸郷翔征。この回もランナー出しましたが0点に抑えています。低めの変化球となる。北脇さん、はい、マウンド上の戸郷に時間も設けていると、はい、そう話してますね。で初回ね、球の走りはいいと思うんですよ、はい、まあ、だからやっぱり自分でなかなか操れないといけないっていうところを言いたいんじゃないかなと思うので、まあ、その代表例としてスライダーフォークというところなんじゃないかと思います、ですけどそれでもストレートやっぱ多いんでね、ここもストレートでしょうか。セカンド吉川一塁送球ツーアウトです。ランナーを出してノイジーは三振という中で、第1赤星さん、ただ変化球ライト丸が出てきてスリーアウト。この回もランナーをためましたが、ここ0点に抑えています。全然今日1回参加したことで変わりますよね。北脇さん、はい、同じくルーキーの門脇が、はい、戸郷は、まあ、だからそういう意味では、まあ、相手はいてももう普段 の戸郷選手と同じようなピッチングのスタイルになってきているので、はい、まあ、これバテるとねボールがね極端に変わるんですよ。ストライク入らなくなったりとかですね、はい、だから今の戸郷君だったら、まあ、僕は、はい、失投にならない限りはしっかり抑えていけると思いますけどね、バットはスイングの判定。この回も戸郷踏ん張りました。このバント、ここはファールボールです。これできるんですけど、はい、まあ、まあ、やっぱ 3つも4つも気をつけなきゃいけないですね。ここは変化球ツーボールワンストライク。次は今シーズン最多投球数、バットを立ててきた一塁正面ダブルプレースリーアウトになりました。阪神仕掛けてきましたが得点を奪えず、逆にチャンスはあるんだけど得点につながってないっていう時にはこういう風になりやすいですね、
ですから、まあ、2回以外はランナーを出しながら、はい、なかなか得点を奪えていないという中で動いてきました。